定期的にその抗体の検査を受けてきました。あの時できた抗体はまだ体の中に残っているんでしょうか。とにかく感染した人、分かってきたことをお伝えします。感染した人、呼吸はちょっと浅くなっておりまして、あ、少しトイレながらに歩いて、ガチなさい、ちょっと息が生きているような状態が続いています。退院まで11日間、診断は中等症。そして1年間取材を続けました、はい、6月からおおむね2ヶ月ごとにこちら東邦大学で抗体検査を行ってきました。1年経った今、抗体はどうなっているんでしょうか。ウイルスなどから体を守る抗体ですが、一般的には時間が経つと減っていきます。新型コロナに対する抗体はいつまで体内に残るのか。去年4月に感染が確認された富川キャスターを含むスタッフ3人が東邦大学の協力のもと2ヶ月おきに検査を受けました。調べたのはウイルス内部のタンパク質に反応する M 抗体、主な抗体検査で調べるものです。精密検査で抗体の量を数値化しました。あっ、いや、みんな帰るの早く、もう帰りなさい。放送でも